こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。これは写真映像用品総合カタログの2001年版。ここにね、フォトエキスポ2001という文字が大きく書かれてたりしますね。フォトエキスポというのが、もともとカメラ賞と用品賞がくっついてできた時のタイトルということで、この後フォトエキスポという名前を使うのが、確か北海道の東川町か何かの、権利関係に触れたかなんかでフォトイメージングエキスポに変わって、その後4団体共催のフォトイメージングエキスポが決裂して、今の CP プラスとフォトネクストに分かれたみたいな流れがあったんですけども、このフォトエキスポのタイトルが書かれてる、これはね、新世紀過去の用品年間の用品カタログの表紙をいっぱい並べたという、そういったスタイルで出たものなんですが、結構ボロボロなんですけどね。ここで今日は懐かしの製品と今でも残ってる製品ということでご紹介していこうと思います。まず懐かしの製品からですね。ここには在庫禁商品ということで紹介されてるんですけども、健康のマウントコンバーターということで、今スライスやしかコンタクスマウントのレンズを、くっつけるのに、例えばソニー E マウントといったミラーレスをつけるのであれば、マウント、アダプターというのが普通に売られてますけども、この時はですね、一眼レフ用のレンズを一眼レフのカメラにくっつけたい、対応するカメラボディのところをご覧いただくと、キャノン、EOS、ミノルタ、アルファといったラインナップなので、これは一眼レフ用のボディなんですね。EOS といっても EOS R ではなくて、昔から売っているフィルムカメラの EOS、 2001年はまだデジタルは一部出てるんですけども、フィルムカメラの EOS ということで、これですね、単純にマウントアダプターみたいにして作るとピントが、来ないというか、近接撮影しかできないということになるんですね。そこでこの時の健康のこのマウントコンバーターは中にレンズが入っています。そうですね、テレコンバーターの機能を兼ね備えることで 1.4 倍にして、マスターレンズ、一眼レフ用のレンズを一眼レフのカメラで使えるようにしたといったものですね。で、使えるのがヤシカコンタックスマウントやニコンの AI、ニコン F マウントのレンズをキャノンやミノルタ、そして、キャノンやミノルタに使えるようにしたというものなんですね。で、よくご覧いただくと、フランジバック調整用の高精度4分4枚レンズ系が入っていて、無限遠撮影を可能とするとともに、このね、レンズが入ってないと無限遠にならなくて、近接撮影だけ、シェアリングになっちゃいますからね。で、1.4 倍に拡大するテレコンバーターの機能もありますということで、これ電気的なものが全く入ってないので、ピント合わせはマニュアルフォーカスになりますという注意がありますね。あと、露出は絞り優先とマニュアルモードで使用できます。スポット速攻が不可というのは、これカメラ側の理由が何かあったんだと思うんですけども、焦点距離はマスターレンズの 1.4 倍ということで、これコンバーターが入ってるというところで、こういった他社レンズを組み合わせるといったことを可能としたわけですが、純正レンズ専用という断り書きがありますね。これ、サードパーティーのレンズだと特許を避けるために微妙にマウント形状が違ったりするので、それで引っかかってマウントアダプターが外れないみたいな問題が発生するので、こういった注意書きも入れています。で、このレンズもこの2001年では在庫禁商品ということになってるわけなんですけども、これ実際ね、例えばツアイスにすごくこだわってる人がこれを使うということになると、レンズが入っていて、その元々のレンズの描写力と違ったものになるじゃないかということがね、問題点でして、これはそんなにヒットしなくて短い期間でやめてしまった製品ということになりますね。今あっても多分そんなヒットしないんじゃないかなということになるかもしれませんけども、健康のチャレンジ企画ということで当時出していたマウントコンバーターでした。そして2001年、ここに世界初という文字が踊ってますけども、ピンホールレンズですね。これ現行品で売っていますと言っても、ピンホールレンズ、これ一眼レフ用のピンホールレンズと
ピンホールレンズ02の L マウント用っていうのがありますけども、この L マウント用はすでにもう生産終わっていて、だいぶ前に終わっていて、もう手に入る、中古市場で手に入らないかなっていう感じですけどね。ピンホールレンズ02というのがですね、この当時、世界初と書かれてますけども、発売になったということです。それまでピンホール写真を撮ろうとすると、自作でピンホールを作るという方法がありまして、まあ、アルミの薄板に穴を開けて、みたいなことを自作でやっておられた方が多かったわけですけども、健康はフィルターを作る技術を使ってですね、光学ガラスにコーティングをして真ん中だけピンホールの加工ということで、透明部分を作って、だから穴は実際開いてないんですよ。で、ピンホールを実現したということなんですね。これフィルムカメラ時代ですからね、ピント合わせはいらないんだな。ピンホールはピント合わせいらないんですけども、構図合わせがね、今のライブビューとかがなくって、これ使い方としては一辺 50mm のレンズにつけて、50mm レンズをつけて構図を決めた後、このレンズに付け替えて使え、みたいなことは書いてましたね。作例写真もね、これフィルムカメラ時代なんですけども、当時の担当者、これ、小湊鉄道を撮りに行ったんですね。35mm 一眼レフ仕様ということで、露出光時間30秒、ISO100 フィルムって書いてますよね。そして一方で、この右側の写真は北斗レンダーベッサ仕様ということで、当時、健康が販売元でありました、コシナさんの北斗レンダーベッサ L という、ここに下にボディが映ってるのがソロなんですけども、このカメラを使って撮影したと。いうことで、まあフィルムカメラ用で当時こういった2本を出してたということですね。現在ではこのピンホールレンズ02の一眼レフ用、値段が当時と違うかもしれませんけれども、現在も発売しています。この当時はね、カメラマウント別売り、これ2500円当時の値段で今ちょっと上がってたと思うんですけども、マウントがこれだけ出てたんですね。キャノン FD、キャノン EOS、ニコン、ミノルタ MD、ミノルタアルファ、オリンパス OM、コンタックス、ヤシカ、K マウント、コニカ用、コニカ AR ですね、珍しい、ペンタックススクリュー用ということで、これだけマウントが出てたんですけども、現在売られているのはキャノン EOS 用とニコンの、F 用ということで、2機種のみということとなります。今日は懐かしのカタログから、健康のピンホールレンズ、世界初と書かれてますけどね、これが発売開始になってしばらく経ったぐらいのカタログだったりしますけども、これとあとは昔あったねという懐かしネタ、マウントコンバーターについてご紹介いたしました。